はいどうもみなさん、こんにちは。えーと、本日もですね、えー、と登録と、100万人超えたチャンネルの収益がですね、どれくらいあるのかっていう予想をやっていく企画をやっていきます。はい。それでは、えー、始めていきますけどもね。えーっと、まずあの、ちょっとカンペ書いてるね。あの、このチャンネルっていうか、この動画だよね、あの、初めて見る人が結構多いらしくって、どこからの検索で入ってくるのかわからないですけども、 フォロワーの人とかね、あの、もう4分の3ぐらいのところだよね。だいたいね、あの、もうすぐに、あの、再生して、すぐに飛ばします。はい。で、大い,い4分の3ぐらい飛ばしてみていただければいいんじゃないですかっていうことですね。はい。本日は一応ですね、私自身、えー、っと、説明に入っていきます。今日はですね、えー、っと、障子チャンネルをやっていきます。だいたいね、あのー、全部のチャンネル初めて見るんですけども、えー、っと、 なんかグレードもすごかったですよね。で、グレードっていうのは、あの、次の、なんて、収益の格付けのグレードなんですけども。で、大体ね、10分動画が、10分ちょっと超えるような動画が、もう平均的な長さかなって思いましたね。あと、まあ、ゲームの、そゲームチャンネルですよね。あのね、マイゼンシスターズも、まあ、すごかったけど、なんか、その、なんか、 やってるゲームも違うんだけど、なんか同じような感じはしましたけどもね。はい。ちょっと軽くだけ説明していきましょうかね。えー、っと、概要欄ですけども。えーえー、生放送のお願い。あこれ生放送をやって、それのアーカイブを残してるような感じなんですかね。なんかね、そんな感じもしました。あの、編集も全然入れてなくて、サムネイルは作ってますけどもね。そんな感じしましたね。えー、不快な発言、売名、連行しま、諮問、 ネタ、コメントなどはブロックの対象になりますので、ご了承ください。今、もうブロックってなくなってるからね。確か。ブロックってなくなってるでしょ。えー、と、リスナーさん同士の、えー、ああ、読めない、これ。<laughs> わかんない。えー、と、喧嘩なども、あ、揉め事か。揉め事、えー、喧嘩などもブロックの対象になります。不快な発言等のコメントに反応せずに、えー、無視しましょう。これ大事ということですね。これの申請を受け付けてないよ 動画は5から6時にアップします。明日の5時から6時っていうことですかね。生放送は気まぐれですっていうことですね。Twitter、まあの、あれですね。えー、ドリンクですかね。はい。それでは、えー、早速始めていきます。せーの。あ、今日も全然 OK じゃん。これね、治らないのかな。ちょっと待ってよ。まあ、いいかいいか。えー、っと。もうグレ見れてるでしょ。えー、あー、そうか。画面上では見えてないんだ。 えー、っとね、A なんですけどね。えー、動画総数が1077本で、登録者数104万人の、えー、動画総再生回数1 100億1000万、1万、100万、1000万、6億再生ということですね。えー、っと、国が日本のチャンネルタイゲームズ、えー、2016年、あ、結構新しいっちゃ新しいもう2020年ですけどもね。でもまあまあ、新しいんじゃないですかね。ジャニオは1月でしょ。ジャニオ一1月の26日ということで。 A グレードこれ A グレードだから、もう僕行くんじゃないですか。ソーシャルブレイルランクはちょっとわかりません。で、えっ、ー、と、総視聴回数の全世界ラン1万7307位。えっ、ー、と、これが、あ、これ登録者数か。で、これ、こっちが、えっ、ー、と、総視聴回数の全世界ラ六千六十二。6062 60。国が214位のゲームランク二千は2031位ということですね。だから、数百位っていうのはいかにすごいかっていうことですね。これ,ににこれは日本だから、まあまあ。 あれですけども。えー、っと、これ1ヶ月の、こっちが登録者数ですね。1000だから。まあ2万人増えてるっていうことですね。これが1ヶ月見られた数ですけども、えー、っと、ここが、うわーわーわーもう年収見えちゃったよ。えー、っと、グレードが A だからね。だいたいグレード A だったらもう1億間違いないからね。えー、っと、ちょっと待って。えー、っと、今何やってんの登録者数だよね。 じゃない再生回数は1か月のここは1000でしょじゃあい違う違う違う M だからここが万だ100万人の位置だから 3000? 3え数百万再生だから数千3000万再生ですかうわーすごいまたすごいチャンネル来ちゃったよね <laughs> ゲーム見られてるんだよなええー、とやっていきましょう月収年収ですけどねまあ年収一億5000万っていうことで <laughs> えっと月収 8K だが80008000だから80万からえーっと幅があるねこれ1000万10万でしょ12万ドルだから1280万ですかドル円100円計算ですけどもねえー、90K だ1000万だから万だけどまあ9万ドルまあ10万ドルとしたらまあ9万ドルでもいいや9万ドルで900万から 一五千万ということですねいやあ、このチャンネルも、あれだな <laughs>。いや、ここまでと思ってなかったけど、やっぱすごいんですよね。もうすごいですよ、本当に。1日でここ行きましょうか。えっと、184だから、18,400から。えっと、これね、 千0 K っていうのは2000っていうことですね。2000だから。まあ3000ですか。まあここも3000だけど。4000もありますからね。5000もあるじゃん。<laughs> えっと、まあ3000として、3000だから、3000ドル、30万。1日で。うまいこと言ったら。あのー、30万から2万の間っていうことですか。<laughs> 本当に YouTube ってすごいよね。うわ、あ、なるほど。これ、こういうのも面白いんだよね。 まず上が、下が登録者数。で、上が、えっと、視聴回数だけども。まず、えっと、ここで爆発してるのか。登録者数はまあまあ増えてるんだけど、視聴率は、あの、増えてなくて。えっと、セプテンバー。去年のセプテンバーっていうのは9月ぐらいでしょう。ここでなんか多分ね、フィーバーしたんでしょうねな。何かわからないです。これはもう視聴者がわかってるんだと思うんですけど、ここでフィーバーして、 登録者数がとんでもなく増えて、まあ、再生回数もあの増えたっていうことですね。踏んでからこう、ここもなんか増えてるけど、まあ登録者数はなんか、なんかここで登録者数がとんでもなく増えてますよね。はい。で、まあ登録者数は全、あの、まあまあまあね、落ち着いてきてるんですけど、再生回数だけはもうどん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 上がってってるって感じですね。最近も全然調子がいい感じで。ここがピークやったんですかね。なんかここにあったんでしょうね。それまでここら辺見てください。ね。 だから、ここら辺でもうなんかバカバカしいやつ諦めるか、ね。まあ、こんなもんかって、これで横ばいに行くんかって思う感じですよね。ここでやっぱ、どのチャンネルもどっかでばっこうあるんだよね。こういうのがね。はい、以上でます。えーと、次誰紹介しましょうかね。っていうか、あの、もう終わりじゃん。えー、と、マジテジ TV と、えー、と、オサマンティーヌス参戦もう2回言えないですけどね。 どっちにしようまあどっちかやります。オサマンティーヌス3世さんにやろうかな。っていうことですね。はい、以上になります。それではですね、また検索にかかることを心よりお待ち申し上げております。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いしたします。